はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は新青銅高校キャッチャーで、社長さんを入れてね、パワー上限アップのキャラを作っていきたいと思います。今までってね、あのパワー上限アップ持ってるのが彼女キャラのあすみちゃんだけだったんで、まあ、新青銅高校はね彼女キャラ入れられないんで、どうしてもパワー上限アップのキャラを作ることができなかったんですけれども、今回社長さんがね、登場したことによって新青銅高校でもパワー上限アップのキャラが作れるようになりましたので、まあ、こちらを作っていきたいと思います。で、基礎上限アップについては総力上限アップがついてない形になります。この編成だと。その代わり、まあ、ひじりちゃん入れてるんでね、ひじりちゃんは単独で守備上限アップ6がついてるんで、まあ、守備上限アップ、まあ、プラスして8にはなるんですけれども、まあ、守備上限アップ6を目指して、その代わり敏捷はないというところになります。あと独身術のレイリーで、精神要員の野球マン5号と、青銅特攻キャラの2人というような感じになってます。で、新青銅高校もね、まあ、結構やりやすい高校ではあるので、俺の中では、まあ、最初はやっぱ帯同2人つけつつ評価を上げたいので、マネージャーがいるここにしよう。うまくいけば体力も回復してくれるんで。吉川さんない。ただひじちゃんが回復してくれた。で、金徳に関しては落合コーチからも取ってくるんで、ちょっと魂がねやっぱり足りないんですよね。これはメンタルやろうとすると誰も来てくんないから、まあ普通にここだね。で、一番最初は監督をやります。もうここはセオリー、最初の監督はもうずれない。で、次はやっぱり登場で、その後、まあ、練習とかを見つつ、まあ、経験点アップのキャラを使っていくというところ。最初4貯めて、ここで12ゲットして、で、監督を引っ張ってくるっていうような流れ。ただし監督も1人だとちょっとなっていう感じなんだよね。どうしようかな。まあまあ、まだいいか。社長さん、コツもらっておこう。てか、社長さんってコツ何持ってんの？社長さん、社長さん。チャンスパワーヒッター2だ。ホーム突入がある。取れるか、ホーム突入。11、絶対取れねえわ。無理だ。まあ、パワーヒッターも欲しいし、2打も欲しいけど、経験点だった。さて16。いや、片岡監督でもそろそろやるか。ちょっとこれでずっとできないのもアホらしいんで。社長さんってなんだ、黒獅子重工。社長はチームで4番サード。どういう設定で、これでOK で、2人いるね。ここはちょっとメンタルで回復しよう。おにぎりくれ。おにぎり何気に役立つからね。うまいうまいうまい。よしよしよし。あれ、これ何がいいんだ。なんか回復したいな。回復できるのってなんかあって、ラブラブごっこ。これ回復できたはず。今能力直上げしてもね、そんなに恩恵ないんで。ここでチームメイト評価が下がるのはちょっと痛い。1人のところはちょっとやりたくないよね。ここ2人いるけど、経験点的なことを考えるとメンタルなんだけど、それやってるとね、ただいつまでたっても評価が上がらないんで、やっぱり評価上げも重要。バックアップレベルをね、なるべく早めに上げたいんで。で、バックアップレベルは、まあ、今回筋力3、敏捷2、技術3で、精神2で行きたい。野球マン5号、早めに野球マン5号もなんとかしたいんで。はい、今いくつになってる。お、魂くれた。25だけど、東条をちょっと引っ張ってこなきゃいけないんだ。
東条いた。ゴッパー大丈夫でしょう。やっぱり東条のね精神回復がかなり有効なんで。社長の謎、これどうしよっかな。幅引くれるんだよね、めちゃくちゃ体力減るけど。でも回復に走る。で東条のメンタル、これはどっちもいいや。いや未だにこれ分かんない。あ、いいやつになった。これ誰、ひじりちゃんか。ひじりちゃんをやっておこう。これはどっちになるかは分からんけど、キューパー大丈夫でしょ。結構危険なことしてるよね。で沢村とハルチか、特に使うことはないな。で技術のバックアップ、ってことはレイリーを総力で上げたい。ここら辺はちょっと様子を見つつ、ゴリで何をやるか考えていかないと詰まるからね、バックアップレベルが。でレイリーが走り出してやる気が下がった。でメンタルに人がいっぱいいるんで、これはやっておこう。レイリーもまだ乗ってないしね。ここでゾノが持ってこれるか。何を早めにやった方がいいかな。敏捷とかあった方がいいよね。でこれは下、働き方改革。でメンタルでマネージャーさんが来るけど、みゆきがまだ、レイリーもまだか。金丸って体力めっちゃ回復してくれるんだよね。でシラスもいるか。シラスを引っ張ってくるか。そうすると金丸を使うとね、1年生組から金徳取るのは結構難しくて、俺そこがいつも取れないんだよね、魂が足んなくて。だから序盤でね、吉川さんとかマネージャー使うと楽にはなるんだけど、どうしても魂不足になっちゃうんだよね。ここでまた博士来てる、超ありがたい。金丸いらんわね、体力最大8は結構美味しいけどね、ここぞという時に役立つ。打開で、ここは1人しかいないんでしょう。でコーチかー、まあやっておきたいよな。やろう、スペシャルメニューくれ。球界の頭脳を取るんだったら骸骨1でもいいから欲しい。怪我しにくさか、頼む。コーチが取るかとか関係ないから。これは回復、もうモテモテだけどね、モテモテが全然活かせないよね。で奥村の金庫で、ここは誰、社長さんか。社長さんはこれあげていいよね。かレイリー、お前まだか。これ引っ張ってこれるの一人だけ。そうだよね。いやでもしょうがない。でこれ2回目。あで9回の頭脳はあのひじりちゃんで取ります。で奥村はバズーカを取るってやってあるでしょ。だからここメンタルで回復しつつ、技術ってか経験点がだいぶ余ってるな。これコツって潰しとく必要あるんだっけ。いやそういう方法じゃなかった気がする。まあ取ったやつは潰すか。あとは、まあ、レイリーもちょっと走り出してるんで、まあ、C に上げていけるとこまで行こう。でここはこれで誰、沢村のりか、のりか、守備職人。キャッチャーありがたい。でした、あとだから落ちちゃえ。コーチだよね。でバズーカはまあもう少しでしょうがない。技術大丈夫そうな気がするけどな。練習を見てから考えよう。筋力、これ社長さんだからもうやった。ここは奥村になるのか。で
で奥村で上げちゃうとレイリーが、でもレイリー打撃に来てくれれば3になるか。じゃここら辺はもう見つつだな。先に上げよう。で野球マン5号は確実にメンタル。よしこれいこう。ちょっと引っ張ってこれないけどしょうがない。やっぱバックアップレベルを先に上げるのは本当重要なんで。で誰で、これ野球マンやっちゃうとダメなんだよ。で社長さんはやってやるからもうしかと。でこれコーチだな。じゃあコーチから球界の頭脳をもらう。くれくれない。いやこれコーチに振り回されると若干めんどくさいんだよね。今筋力があんまり伸びてないから、まあ、そこもうまく考えないといけない。まあ、ミートは B あれば一緒で、守備はで、みゆきはここは筋力にしたいから一回回復しよう。この辺がねうまく噛み合ってくれれば新生堂はかなり伸びるんだけど、ちょっと噛み合わないときいつまでたっても噛み合わないからね。なんか4月以降にバックアップレベル3になったりするから。でメンタルきた。これはもうやろう。これはもう絶対で、まだ溢れないから大丈夫。よしこれでとりあえず、まあ、オールにはなったんで、あとは3つだね。12月でオール2か。まあまあまあ悪くはない。さてそっからの守備は1人しか引っ張ってこれないので、コーチがいるね。コーチを追ってると必然的に敏捷が上がるんだよね。まあ上限突破するわけじゃないんだけど、やっておこう。どうだ。うーん、まあ魂か。でここは回復。ちょっとクリスマスがねないからね。いやないからねって、一応これで回復してくれるかもしれないんだけど。で筋力、また社長さんか。ここは素の経験点が高いけど、2人引っ張っていきたいんで、やっぱりこっちだよね。ちょっとバランスが良くないね。バランスが良くないけどもうしょうがねえ。しらすはやってあるしな。生徒魂がなかなか使えない状況にある。金丸もだっていらないっしょ。じゃあ普通ここだよ。で沢村しらす。これも何気に福井部だからね。でいく。ここは確実に体力を回復させよう。まあ大吉が出ればね結構初期回復量はうまく乗るんだけど。メンタル精神2人、筋力2人引っ張ってくれるのか。まあそれはそれでいいな。ただコーチは1人しかいない。2人引っ張ってくる。こう筋力1回2人引っ張ってくる。筋力が足りてない今のところで、これでゾノを引っ張ってきたんで、ちょっとゾノ使おう。これ何、どっちがいい。どう、筋力がむちゃくちゃ手に入った。いつもね回復してたけどね、体力は今有り余ってるんで、これでちょっとゾノから筋力を引っ張ってきて、で216、3人いるからね。バックアップがだから、みゆきは筋力を上げたいのよ。みゆき筋力を上げたいから、バックアップレベル上げられるんだけど、ここはちょっと一回スルーだな。社長さん結構筋力にくるね。90。いや、だったら普通にこれ。まだ溢れないよね。意外性で、レイリーはもうすでに
チームメイト評価高いんで選球眼をもらっておきましょう。で少しさばいていきますが、キャッチャー、いやキャッチャー、いやもういいやこれで3で十分だよね。守備職も一緒1で、リベンジも1、バズカー取っとこう。でパワーを C にして、ちょっとミートを S まで持ってっちゃおう。でそこから筋力、社長さん、もう社長さんばっかだな。筋力1人、コーチも1人、ゾノも1人、吉川さんと麻生か。麻生もちょっとやるか、そろそろ。そうだな、麻生もやろう。なるべく早めにバックアップレベル3にしたいんだけど、これがなかなか来ないよね。まあ何でもいいっていう感じだったら早めにねバックアップレベル3に上げちゃってもいいんだけど、ちょっと今回はやっぱりパワー上限を使うんで筋力は3にしておきたい。でこれで麻生精神、これは守備練習、これ送球もらえるんで、これは俺的には下の方がいい。みゆき、もうほんとこれ社長何なのこの筋力練習具合、マジマッチョマンだな。だからこれがみゆきが守備じゃなくて、マジでさ、いや経験点的なことを考えると他の選択肢なんだけど、こことかね、ちょっとコーチだな。コーチもまだもらえてないから、球界の頭脳ください。どう、おースペシャルメニュー、よし、かなり掴んだ。しかもあれって球界の頭脳はひじりちゃんからもらいます。奥村バズカ取ったんで、さっき言ったっけ、なんか分かんなくなっちゃった。でここは回復しておいて、で忘れないうちに球界の頭脳を掴んでおく。で守備じゃなくて印象めちゃくちゃあるな。いやもう印象はちょっといらないけど、あと誰だ、そもそももう一人、あ川上だ、川上を引っ張っていきたいんだけど川上がいない。でここはあとじゃあ筋力、東条とゾノか。まあ東条とゾノ2人引っ張ってこれればいいかな。落ち着きバトル、まあ、総力バーストでね臨床自体は結構使うんで、悲しすぎる。筋力ようやく来た、みゆき。ちょっと待って A にはしておこう、筋力、臨床ジャンプ総力でこれで3、あとレイリーがバッティング練習に来てくれればいいんだけど、臨床を3にする必要マジでないからね。もう筋力30、ありがたい。でピン賞だけ、ほんとピン賞だけやたら入るよな。まあここは技術でいきますか。金回るとハルッチ、生徒魂は40、まあ、1年生組で結構使うからね。今何回目、8回目か。どうなんだ、でこれ何がいい、すごいやつだな。あこれ失敗する可能性あるのか、あちょっと危ねえ。成功すれば耐えエステに入るんだけど、これ失敗する恐れがあるんで、でこれも失敗する恐れがあるけど大丈夫だった。危ねえ危ねえ。独身術で90100、ここすげえな、普通に素の経験点がすげえ。で独身術はじゃあ取っておきますか、はい。でちょっとさばくために、まあ、守備コツとかもね
手に入るっちゃ入るんだけど、まあ、入るかどうかがそもそも分かんないし、レベル1だからね、最初は。レベル1ってどれくらい軽減されるの？川上がいるんで、ちょっとここは川上引っ張ってこよう。あとはレイディがどれだけ早く打撃練習に来てくれるか。負けた。これなんかさ、勝つための依存とかあんの？で技術でロック、これ筋力でメンタルを見て3人いるもう敏捷いらないんだって。だからせっかく今技術と筋力があるんで、これはちょっと技術と筋力を生かそう。というわけでここ最悪次金回る使う。魂がきついけど、でこれ降格砲が OK で、みゆきから取ると骸骨取れるんで、みゆきで降格砲を取ってそっからコーチだ。もうコーチをもう一回やんなきゃいけない。やってる暇がないな正直。で回復あるからね、まだカロリーバーが2つあるから。だからここはまあ経験点的にこれでフルや守備力ほら使うな。でささやき戦術は3回目で切る。でここでマスコさんパワーヒッターをくれる。おお、くれた。で、みゆきは何持ってた？こっち。コーチは一人でしょ？片岡監督も一人だけど、今いくつだっけ、パワー。C か。まだまだパワー必要だな。A まで持ってってなくなる。ちょっと一人しか持ってこれないけど、回復の意味も込めて。片岡監督、こういうとこはしょうがないよ。ちょっとで働き方改革で3回目であれなんだよね。でここは結構でかい。バックアップレベルだからスピン症が上がってもしょうがないんで、もはやここすごくね素の経験点がすごいんだけど、こういう時にハルッチがいるとね、てかひじりちゃんがいるからだよね、やっぱり。だから経験点バランスは、まあ、ここがやっぱりいいよね。恩賞2人引っ張ってこれるし、でささやき戦術はもう一回進める。で1年生組入ってきたんで、いやこっからまた魂をねめちゃくちゃ使うんだよね。コーチで欲しいものは今のところやっぱ筋力なんで、ちょっと1年生組のあれを見よう。もう覚えてないから。筋力もね、瀬戸かミートに応じて筋力。ミートはもう高いから一回ここで瀬戸引っ張ってくるか、早めに。まだ大丈夫でしょ。で落合コーチも全然大丈夫、足りる足りる。で次精神で練習できればめちゃくちゃありがたいんだけど、一人だけどちょっとやろうこれは。でその前に無理だな。でまだ肩が必要だ。ちょっと待って、1回 A に戻して肩を上げ切っちゃおうよ。よし、これで肩 OK で、そこから守備、呼吸が足りねえ、精神も足りてないか。なのでミートは S あるから1回変換するし、あと精神だな欲しいので、これはここで回復。金回るしかいないけどしょうがない。よし、かなり回復した。でひじちゃんはここで反省します。すいませんでした。で新球会、で新球会は使
掴んでおきましょう。新球体もそこまで高いわけじゃないからね。で、その経験点は高いんだけど無理だから、レイリーはここにいてもしょうがないんだって。これはもうここだな。でどっかで一回コーチを引っ張ってこないといけないんで、タイミングを見計らおう。でどうするこれ、下は大打撃で確定にしよう。でメンタルいいね、メンタルで回復できるのはでかい。で沢村のバックアップか、いやこのくらいじゃまだ使わないよね。やっぱりちょっとでかいのはまだ来てないからな。とはいえもう5月になるからね、ちょっと仕上げに入っていかなきゃいけないんで。海岸、5月で海岸か。まあまあまあ勝った。145、やっぱりかぶせないといけないからね。200、400クラスでいくかどうか。勇気って何、ちなみに。敏捷はいらんな、敏捷はいらない。だからもう引っ張ってくるものを考えていかないといけないんだけど、ちょっとミートは上げきっちゃおう。じゃあで、いやでももうちょっとあれか、敏捷必要か。パワーが足りね。105までしかいかない。だいぶ経験点がなくなった。いやだからコーチを引っ張ってきた時に敏捷を稼げばいいから、これここ、何回目、11回目。いや結構なんかやばくねえか。キャッチャーこそもらえるから。だレイリーが来てないから、レイリーが来てないから今困ってんだよ。これバックアップレベル3だったら、だってめちゃくちゃ経験点もらえたってことでしょ。精神敏捷か。精神欲しいからな。沢村がいるからちょっと沢村も使ってはおきたい。うまくいけば沢村の、うわここで来たか。いやどでかいのが来てるわけじゃないから、ちょっとこれはここでやって浅田を使うか。じゃあちょっと待ってね、コーチが厳しくなってきた。最悪もう無理くりにでもコーチ引っ張ってこないといけないから。でこれで3、もうバックアップレベルがな、もうちょっと早く来てくれればだいぶ助かったけど、145、技術か、浅田技術か。ちょっと待ってね、コーチがいない、コーチがいないということはここでいいや。いや待って、精神が欲しいな、精神100欲しいな、精神100取れんのがここか。沢村とシラスか、沢村でワンチャンあるか。サムと練習、ホームシシュいらん。ホームシシュとかまだ取ってなかったんだ。2だ2だなんて取れんだ、超ありがたいんだけど。何気にてかコーチいなくね。バランス的な話をすると、ここは筋力1か、筋力2を引っ張ってきたいんだよね。あれ誰だっけ、ちょっと待って、精神もらえんの。186でしょ。182から186。いや印象足りねえな、これサムラを使う場面でもないからな。技術、技術だ、技術余るな。
筋力をやっぱり引っ張ってこよう、これ筋力を引っ張るっていうことで、ここで、ちょっと待ってね、もう6月の1週が終わるじゃん、6月の2週でしょ、見守るで、こっからよ、コーチどこ行った、マジでどこ行った、いなくなったんだけど、226か、精神3人で226か、精神ってあと何に必要、37、67、筋力が欲しいんだよね、技術か、技術はいらん、だから片岡監督敏将もいらんから、勇気も筋力で引っ張ってきたいんだけど、麻生、沢村、また沢村ワンチャンか、沢村ワンチャンでいくか、頼む、勇気を使ってないからね、ミラクルボイス、よし、これで精神をさばける気がする、コーチいるね、35%、これはちょっとやろう、食ってバーを食ってやろう、いやー大打撃重いんだよ、だから、ね、筋力が欲しいんですよ、これは打球のミトとこで、ここはちょっとバー食って、ここでまずコーチを使うでしょ、コーチ来る、これよし来た、でめちゃくちゃあるな、広角を通るでしょ、で進行角を、まあ、別にいいよ、なんかブブってなってる、でさすがにもうきつい、経験点とかここめちゃくちゃ取れるけどね、 25% は無理だよ、一回球速を挟むか、で7月体力減るのやめてほしい、で誰引っ張ってくんだっけ、筋力はもう大丈夫かってことはよ、でも筋力のいる中で1年生を持ってこないといけないんだよ、ここ誰も使ってねえな優衣少年、優衣少年でいっか、優衣少年なんだっけ、精神か、優衣が精神か、もう精神なんか余ってるかな、まあいいや回復しよう、で片岡監督も筋力なんで、まだまだ筋力は伸ばせる、やる気はちょっとないけど、やる気出してくんなかった鍋ちゃんの意思はあんまり意味なかったな、でここで上げ切るでしょ、102でパワーも上げ切っちゃおう、これでギリギリだな、でとりあえず上限系は OK で、そうやって見てみるとやっぱり筋力が足りてないよ、やっぱバックアップレベル筋力3にしといてよかったな、お待たせいたしました、サナダ、あれどんどん切れる、あ危ねえ、真田にはここで消えてもらおう、最後の夏めっためったに打たれて終わるがいい、なんかここら辺の聖堂キャラも、あ別バージョンでもう一個出してほしいね、ナルミヤとかマジで弱いから、ナルミヤ強くしてほしい、
三島はどうでもいい。新聖堂高校に合わせて他の高校のキャラクターもちょっと別バージョンで強いのを出してほしいというのが今の俺の気持ちで、筋力2枚引っ張ってきたいんだけどな、筋力2枚が引っ張ってこれないな。沢村使ったんだっけ、使ってないよね。とりあえず優勝ね、やっとこう。精神376、まあいいや、やろう。適当にオレンジジュース、粘り打ち、進行確保が重い。粘り打ちは筋力使わないで、ここでちょっと筋力を稼いで、これは沢村とフリアが来るからまたワンチャン沢村だな。で沢村を使おう。これは怪我しに来たら取れねえよ、筋力なさすぎて。135200が来ない200がない。これみゆきを残すことになるけど、しょうがねえか。じゃあみゆき使った方がいい。あとだって2回しか使えないでしょ。フリアの練習が3倍になったとしても対してだな、ダブルタックになってればよかったけど、じゃあちょっとみゆきにしよう。うまく使いこなせなかったな、ここら辺を。で、アッサーダーからの1年生をもう1人やれるんで、これで金属取れるっしょ。で、副進行確保が OK で、大打撃もちょっと重いから先に取っておこう。大打撃、総力バスト取ってね取ろう。でまた筋力がなくなった結局でもまだまだまだ試合でもね、あの野手はめちゃくちゃ経験点取れるんで全然。鳴宮が弱いよ。聖堂先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー三塁という場面で起動。聖堂ザコ最悪でも犠牲フライが欲しいところ、打ったこれは強烈。これは入ったか、入ったか、よし。球場がちっちゃくて助かった。チェンジアップがね、やっぱりタイミング合わせづらい。じゃあちょっと叩いた位置が悪かったな。変わってる平川。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは木戸。だって今なんか1年生の強いキャラいるっしょ。っこれはいいよ。赤松だっけもう忘れちゃったけど、今ちょっとね昴生君と戦ってるから135だな。最後135持ってこう。ここをやるにしてもどっち、敏捷技術は足りてるな。じゃあこっちだな。どっちがいい。自分のスイング、パワーヒッター、重戦車。パワーヒッター取ったっけ。取ってねえ。でこれはもう完全に筋力目当て、135の90 18、まあ、どっちがいいのかな。筋力が引っ張ってきたいんで、沢村を、沢村とフリアが引っ張ってくれるのか。まあ、精神はもういっちゃいいんだけどね。ここでやる気がめちゃくちゃ下がったんだけど、俺のやる気上がんない、チームメイトのやる気は上がったけど。でここちょっと一回回復したいから、ここにしよう。で
ハワヒを取ろう、忘れずに。あとは筋力を使わないやつ、筋力を使わないやつをちょっとひたすら取っていこう。チャンスメーカーも安い、ヘッスラ、あ、抽選者取っとかないとね。あ、満塁も取っとこう。これで本当に筋力がなくなったら高速チャージとかいる？いるか。一応ラッキーボーイ、アシスト、かく乱か、サイン察知で、ちょっとここはメンタル。割と聖堂魂に余裕があったな。いつもカツカツなんだけどな。ていうか1年出列が取れない。まあ、沢村使ってないからね。沢村とみゆきのやっぱバックアップ経験点2倍がかなり肝になるんだけど、今回それがうまく活かせてないし、うまく活かせてない割にはなんかそれなりに。お待たせいたしました。2アウトランナー1塁という場面で、取れてる気がするけど。もう、まあ、やっぱりそれは新聖堂高校を慣れてきたっていう。決まったストライク。第3球を投げた。待って。今日はやられた。やるな、デッポーズか。まだヒットを1本打ててないと思ったら。打てれば打つ。ガー！追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面。くらい。軌道。今日の第1打席はスイングアウト。投げた。打ちました。痛烈。いった。入った、まだ鉄砲使った。よしよしよし。チキショーは迎える5回です。ね。ワンアウトランナーなしという場面。軌道。今日3打点を挙げています。第2球。投げた。インローの直球はもう。とりあえず2本打っとけばね。全然いいんで。これあとは負けないこと。ちょっと怖えな。3点差はね、もう本当にこのゲームは怖いから。リードで迎える7回です。いつひっくり返されるか分かんないから、突如として。いったー、入った入った。いや、ここの経験点本当でかいよな、試合経験点も。で、俺は筋力が欲しい。ここ筋力2人引っ張ってこれんな。最後のワンチャン筋力にかけるか。あれ、吉川さんになってる。そうか、吉川さんやってないからか。まあ別にいいんだけど。で、精神が余ってるからチャンスを取る。で、何気に総力上げとくか。見た目的な問題。まあ6上限アップも狙えるよね。でもやっぱちょっと特能にはこだわりたいんで、そのパワチャレ用だから。まずパワチャレ用だから絶対独身術必要だから。さあ、うちのチームを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、独身術なき者は人にあらずっていう。ちょっと際どいとこ投げてんな。投げました。変化球ストライク、アウトローへ追い込んでから投げました。ボール、様子を見てくるね。第4球を投げました。ボール、これ入れてくる。よし、これも独身術があるから打てた。きた、いった、入った、入った。これは独身術がなくても打てる。ワンアウトランナー一塁という場面。打った、これは強烈、いった。まだ頑張ってるか、さすがだな、銭形。聖堂、追加点のチャンスを迎えました。根性は、根性持ってないけどね。二塁という場面で起動。今日4打点を挙げています。第2球投げました。外れた。ボール、ストレートか。第3球をスライダーと迷った。見送ってストライク。投球これから4球目。敬遠してくる。ボール、それはなんか敬遠すればよかったものを。第5球投げた。打ちました。痛烈、いった。パッピー、パッピー前回使ったからな。聖堂リードで迎える7回です。今日3打席連続でお前に甲子園優勝することはできないよ。これはいい当たりだ。いった、入った、入った。パッピーのレベルを50になって、で50になってどれだけ、ちょっとあの暁の話になっちゃうけど、どれだけコツで経験点取れるかだよね。で、せっかくまた来てるんで、ここはまあピンショっている、そもそもの話。精神はもう600あるからいいと思うんだよね。じゃあまあ筋力とピンショを取って終わりにしますか。経験点的には全然
いい感じで来れたな。で取るものはちょっと早急は取ろう。怪我しにくさもなんか取れっから取ろう。1でいいや。アベレージヒッター欲しいな。普通に欲しい。技術が足んなくなった。で内野安打もまああっていいでしょ。初球とかもね欲しいは欲しいんだけどね。ローボールヒッタータイエースせっかく取ったんだから。でレーザービームはいらない。ホームシッシュで連打取ると精神がなくなるのか。競争心、上り上司で速攻、一走が取れんな。あ、守備移動は保守だから関係ない。まあ、海岸はちょっと使ってる余裕がないんで、よっぽど偏らないとちょっとね。しかも海岸ってさ200までだからさ、どうしても1種類100使わなきゃいけないんだよね。250ができればねめちゃくちゃ使いやすいシステムなんだけど、ちょっとそれができないんで。第2球投げた。スライダー空振り。新広角砲。第3球を投げた。ちょっと泳いだけど強い当たり。ホームランまで。制度をリードで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で木戸今日2打点を挙げています。よし、これも持っていける。投げた。あーっと、いったー。カーブ入った。制度をリードで迎える5回です。これどうする、打つか。今日2打席連続でホームランを放っている木戸投げました。アーティストとね、広角砲があるとめちゃくちゃ強打者感が出るけど、リードで迎える7回です。まあ本来だったら威圧感も欲しいけどね。今日4打点を挙げています。まあ、そこはちょっとトレードオフだよね。徳のをちょっと優先するのか、査定値を優先するのか。取りました。これで経験点とかどうしても偏っちゃうんで。てか153ももらえんだ。いやでもね、新制度高校はやっぱりやりやすい本当に。今回バックアップレベルがねちょっと遅めだったけど、まあそれでもこれだけ取れるからね。これだけって言ってもいくつ、まあ、1万8000出るからね。でみゆきと沢村がうまく絡めれば2万とか乗る高校なんで、本当にねキャッチャーは作りやすい。これキャッチャーほぼ万全なんで、うちのチームは。もうあとどれ、窮地打球の美を取っちゃってもさすがにないんで、ラッキーセブンでしょ。連打か。帳尻合わせ、いぶし銀、何がいいかな。逆境取るか。で敏将系をまあ取るは取っておく。せっかくポイントあるんで、盗塁走塁で筋力が余っちゃってるから、これで走塁1回取ろう。怪我しにくさ取って、一発逆転が取れるでしょ多分。あ、接戦20しか使わないのか。一発逆転取ってもうしょうがないよねこれで。うん、で基礎能力ももうほぼほぼ上げらんないんで、守備上げられる上げよう。107、まあ、ちょっと残っちゃうのはもうしょうがない。球速でも上げとくか。122でいくつ、まあ、PG1、まあ、盆栽でね PG1 が作れるっていうのはかなりいい高校だと思います。まあ、割とすげえハマったっていうわけじゃないけど PG 乗るからね今のところ俺はやっぱ、まあ、キャッチャー限定にはなっちゃうけど新制度高校が一番好きですね。やりやすい。コツをねガンガン取れるわけじゃないんだけど、やっぱり経験点が取れるんでね、直取りしてって全然いいんで、まあ、あとはね、まあ、どういう選手を作っていくかというところですね。新球界の頭脳はやっぱり欲しいかな。で新興格好も欲しいかなっていう、なんか似たようなねあのキャラになっちゃうんですけど、まあ、そこはもうちょっとしょうがないと。
でここに天才の入部届と千丸とかね、あの絡んでくるともっともっと強い選手ができると思いますので、まあ、やっぱりねサクチャレでだいぶ新生堂高校は、まあ、自分なりには学べた気がするんで、うん、ここはいい高校だと思います。あとはダイヤのエースね、今のキャラクターでもうちょっとイベキャラ化してくれると自分的には嬉しいかなという感じがします。というわけで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。